はい、じゃあ今日もレンタルサクチャでやっていきます。2人目ですね。でデッキの方はまず今回は打撃で固めてみました。まあ、打撃のキャラをとりあえず全員入れて、ただ4人しかいないので、打撃キャラ4人入れて、であとは加藤先生入れてます。あとクロセーラー入れたのは一応得意練習の2種類持ちがメンタルと走塁で両方かぶってるんで、まあそれ要因ですね。で今回は本当に経験点を狙いながらやっていきたいと思います。で最初は加藤先生いるのか、じゃあやっておくか。まあ相棒キャラの評価を上げておくこと自体はいいでしょう。で相棒の遊ぶイベントに関しては、まあ、できれば最後にまとめてやりたいよね。で金徳はほっとく。あ、そう思った、これ加藤先生ってアンドロメダ特攻だよね。オーバーフローゲージ170ってどうなんだろう、わかんねえ、わかんねえけど上がり方がすごいもんね、特攻だと信じよう。でまあやっぱり欲しいのはそうだね、回復力とあとブースト。これってなんか説明見れんだっけ。お知らせ、イベント画面、詳細、セルデータがありません。ちょっとセルデータ、ヘルプ、セルデータの種類が見たいんだよね。でこうブーストが多分あった方がいいと思う。でブーストと要は技術を重ねて経験点を叩き出したい。で打撃練習が増えるのはまだちょっと最初なんでいいやっていうのを考えていくと、技術が2つか。加藤先生は後で、いやでも評価4人上げられるからね、ここもおいしいな。ちょっともう最初の練習から悩んでるけど、でしかもこれもこのやり方でいいのかどうかはわからないよ。とりあえずこれ全部俺の考えだから、でやってみようっていう、そういう回で、あと3つだよね、練習3つ欲しい。で技術でしょ、で回復があぶれるのはやっぱり嫌だよな。そう考えると、まあ、技術一つあるし、だからコツがいらないんだよね。ちなみにコピーあるけどさ、コピーキャラと練習すると評価増えるのかな。まあいいや、とりあえずやろう、ちょうどいい感じだし。加藤先生の追加が大きいねんだけど、よし回復してくれた。何気にメイカちゃん役立つな。でもう VR 使っちゃおう。これで見えるか、あそうか、ここから詳細で、まあ、回復力は練習後に体力が回復そのまんま。でその下ですね、技術セルの効果がアップ。で技術が1つだから、まあ、ちょっとこれを複数重ねたいと、重ねて経験点を稼いでいきたいというのがあります。でありますっていうか、発動させた、発動させよう。いいねいいねいいね。ここも、あ、ミカちゃん評価上がりそうだな。うん、まあ、技術も稼げるし評価も上げられるし、やろう、メンタル回復できるしね。でレンタルサクチャレについては加藤先生コツよりも経験点が欲しかったけど、まあ、それはしょうがない。179、ミカちゃん2人いる、やろう、ラッキーセブン。なんかラッキーセブンってさっきの掴まなかった。で残り2ターン、でかいのが来たらもうやっちゃっていい気がするけど、159か、え、どうなんだろうな、残り1ターンになっちゃうもんね。いやすげえ評価、メンタルだけでめちゃくちゃ稼げんな。なんか知んないけどバンと、まあ、別にコツは潰さなくていいよね。あ、コツ持ちのキャラのコツは潰しておきたい。これ教えてもらうでいいんだっけ。で最後はだからやりたいよね、106か。まあいいでしょう、あの金徳用の超特訓がないんで、これはあれだな、
打球伸びを直撮りしよう。てかアベレージヒッターを直撮りする。いや、まず打球伸びだな。守備職人やろう。で、打球伸びを取れるかな。1回取れるね。で、打撃。いや、でも回復のセルはかなりいいな。安定して練習ができる。かまってちゃんも体力下げられるけどね、しょうがない。で、そこからよ、また敏捷と技術のブーストか。ブースト2つあるのは美味しいけど、体力が今のところないんだよな。 4% か。いや、でもブースト2つ取れるのはでかいな。敏捷が来てるからどうする。ちょっともうちょっと固めたい気もするけど、やるか。怪我しやがった。これ怪我すると本当なんもなんないからね。一応加藤先生入れてるんで回復はするんだけど、そのセルとか練習の効果とか全くなくなるから。強行する。いや、でも 4% はやるよね。20、これって固定なのかな。絆やろう。またちょっと基本能力にしよう。で、これはいらない。まあ、最悪押し出せば何とでもなるんだけど。技術のブーストがあるか。破損セルもあるな。破損はなるべく入れたくないんだよね。それを考えると金徳は押し出されていいんで、ちょっとここやりましょう。で、ここはあんまり体力を減らしたくないからね。やる気が下がった。で、ここら辺の別にもう成功しなくたっていいんで、成功した方が経験点はもらえるかな。技術、敏捷が1つ2つになるのか。いや、ダメだ、技術が欲しい。回復力も欲しいからね、なんだかんだで。これでちょっといくか。 2% は大丈夫でしょ、さすがに。で、寝てからパワーヒッター、やった。あ、これどうする。ドリンク差し入れしてみる。なんか回復しないかな。回復した。ラッキーボーイ。ちなみにこれイベント切りました、今で。回復はしたんだけど、技術のブーストは外したくないんで、精神と技術が入れ替わるのか、ちょっと入れ替えておく。これでやって寝て VR をかけよう。これも全然わかんない。とりあえず上でいいや。校長で寝てから VR を発動。で、ここは一緒に見に行こう。いいよと。まあ続けといていいでしょう、とりあえずは。で、まあセルのね、再配布とかはどうでもいいんで。これ何がいいんだっけ。適当。こいつのイベント忘れちゃったよ。体力が下がった。一番上はよろしくない。さて、じゃあここはちょっと VR かけましょう。で、まあ、経験点の取れそうなところはここか。技術と精神があるんで、何するかって言ったらコントロール上げよう。無駄にちょっと吐きたい。よし、こんなもんでいいや。まあ、でかいのは、あ、ここもまあまあ悪くないけど、ちょっと回復できるし、こっちにしよう。精神にだいぶお世話になってんな。ジャベリンもまあやるだけやっとこう。
体力が減るわけじゃないんで、またメンタルが来てるよ。で、そうだよね、総力ブーストがあるから、まあ、なるべくでも総力も絡めたいんだけど、だから精神と技術があるから精神を多めに取っておくっていうのもありか。マス目的に筋力とか全く稼げてないからね今のとこ。我が名はジャベリン、力強くアピール。筋力上がった、やった、強身対応で残りは2ターン。筋力全然しょぼいな。90 50 120、ちょっと一回肩やっとくか。加藤先生もいるし、クロセイラそもそも溜まってない評価が。アベレージヒッター、結構いい子作れんな。メイカちゃん結構体力回復してくれんな。で最後の超特訓は、まあ、一応やろう、余るはずだから。オーバーフローゲージは、まあまあまあしょうがないね。でガチで技術が余りまくってんな。ここはでも、ああいや経験点的にはだけど筋力も稼いでおきたいんだよね。いやでも経験点、とにかく今は経験点だから。まあ最悪開眼させればいいからね。健康管理、これ体力回復するかな。回復した、やった。あれコンボなんてあったんだこの2人、知らなかった。止めてみよう、体力あるから減っても大丈夫。逆境で技術があってブーストがあって、技術、あー技術か、ここ悪くないね。技術があって打撃があって精神のブーストがある。だからここら辺のセルを見ながらどの経験点がこううまく出せるかっていうのを考えながらやっていくのがいいと思います。でタッグクータがそうか、星がついてるのか、そういうのを考えないとね。で破損セルはいらないんだよね。技術、そうすると技術ブースターが欲しいけど、技術ブースター今回持ってる人いなそうだな。まあいいか、ちょっと技術精神もあるし重ねとこう。でここもまあ適当に教えてもらおう。体力は減るんか。失敗した、ゲー体力減った。いやーどうしよう、1個精神 58% は死んじゃうよね。筋力回復がないんだよな今回。まあしょうがないけど、ここは寝とくか。リラックスしてみよう。できた安堵せず。あれ大丈夫博士が来た、話を聞いてみよう。飲もう、体力下がったけど経験点にはなった。で一つコピーか。なんかあーでもな、ちょっとな、技術の打撃のあれがなくなっちゃうのはしょうがない。溜まってないけどこれ3ターンになるんだよね。あの全部溜まってると4ターン VR 練習ができるんだけど、今回しょうがない、もうちょっと発動させちゃおう。で打撃でかい、なんかやりたいけどな。でここはちょっと、じゃあ3種類さばく意味で守備を上げていきましょう。ここで全然打てなそうだな。精神が足りてないか、ちょっと待ってね。例によって技術アベレージしたと、他に技術を使うもの、打球の実取れる、これ取れる、行こう。よしこれで3ターンか。ワンチャンこれ超特訓やっちゃって今回早めに終わらせちゃおう。そもそもが
あれだから575。おお、悪くない悪くない、やろう。筋力もだいぶ稼げたしね。これ加藤先生いた今。そうだよね、いたよね。なるほど、加藤先生が乗ったのか。気合、休憩、回復したい。ちょっとここら辺のイベントもなんとなく調べとこう。そっか、ここで回復できたから経験点を狙ってもよかったかもしれなかったけど。でお正月、あそっか、カトセスでいけんのか。今日ちょっと VR できないんで、 VR じゃない、超特化できないんで、999溜まってんじゃねえかよ。これはもうミートだな、完全にさばこう。技術のさばき方が問題だな、やっぱり。107、90稼げんのか、精神が。じゃあこっちかな。でちょっとゲージがなくなってきたから、ゲージを貯めることも少し意識しつつやっていきましょう。最悪押し出せるっていうのを考えると、破損が1つ入ってくるのか。ただここはね、ブースターが2つついてんだよね。精神と敏将のブースター、敏将はうまく重ねればいけるけど、ちょっと難しいな。ここは選び方が難しい。金徳はだから押し出す。1回敏将と敏将ブースター両方あって破損セルがあるのか。まあいいや、ちょっとやろう。ここ1回これはジャベリン、敏将流し打ち、打開でタックが来て、金徳と破損が2つっていうのはちょっと無駄だよな。金徳破損、破損はさすがに無駄だよね。で敏将、敏将技術筋力か、破損が1個入っちゃってるけど、さてそれをどうするか。回復欲しいんだよね。回復で精神と敏将が入ってるから、回復を考えるんだったらここもありかな。よし、ここにしよう。で次寝てまた練習をする。魂のバット一級入魂鉄人、これさ鉄人って絶対取れんの、よくわかんないけど。一回寝ます。あのいい回復アイテム持ち込んでないんで、例によって。まあしょうがない。いけ、体力とやる気下がんのか。でこれもう VR かけちゃおう。ちょっと破損セルが後ろの方にあるとやっぱやりにくいよね。いやしょぼい。114守備、どう、守備だね。今回多分守備でを中心にやると思う。ただ守備のタックを組める人がいないんで、うん、やる気が下がったけど体力が回復したからしょうがない。バレンタイン意地になって断る。この前上にしたからチャンスメーカーか。でメンタル、うん、ここは悪くない。肩も悪くないか。精神が絡んでこないからね。だから練習やっぱタックか。敏将のブースターがやっぱり微妙なんだな。160、これはもうここだね。溢れることはなさそうなんでやろう。ちょっとやる気がないのが気になるな。よし、カット先生やる気上げてくれ、パワーヒッターくれるし。ちょっとさすがにね、 C は能力的に欲しいかなっていうところ。ちょっと待って、一回またさばく意味でちょっとミート上げきっちゃおう。で D にして、あと技術精神がまた余ってるからコントロールで曲げときますか。70、めちゃくちゃコントロールがいい。でここ、いや回復は本当役立つわ。ミートを上げきったからね。てか薬気がガンガン下がってくな。で最後の VR をどうするか、そんなに溜まってないんだよね。
ゲージが1回くらいちょっとスルーして、ここは190だけど、まあ、精神かでも100、まあこっちだな。 B 賞やっぱ大して稼げなかったな。 B 賞微妙だね。分かった、 B 賞はちょっと微妙ということが分かりました。他にどんなことしてんの、やろう、なんか死んねえけど、え、なんだこれ、照明、やる気上がれ、上がった、てかむちゃくちゃやる気上がったんだけど、なんか死んねえけど、臨床臨床技術ブースターか、技術技術コピーコピー、コピーコピーは悪くないね。あ、ここあれだな、バットがあるな、ちょっと悩みどころだね。技術2つ手に入れておいて、で技術ブースターをちーちゃんから取るか、よし、そういう方向でいこう。でうまく加藤先生が絡んでくれれば最高。ギャー、不眠症になった。絡んでくれるけど、絡んではくれるけど、コピーがいっぱいいるな。どうする、あのコピー誰だっけ、誰のコピーか分かんねえ。加藤先生入れるけど、技術と精神が弾かれんのか。技術と精神、筋力1枚、いや悪くはないかもな。でもで技術、ちょっと待って、ちーちゃんがどこにいんだ、ここか。技術精神両方弾かれんね、しかも走塁か。不眠症はちょっと直しときたいから病院に行こう、治んね。加藤京子さんがいるときはなんか確実に治るんだっけ。ああ回復精神か、悪くないな、悪くないけど3つたまんないんだよね。血はどこにいる、技術が弾き出されて筋力か、これはまた微妙だな。ちょっとターンを無駄にしてるけど、しょうがない。まあまだねチャンスは8回あるから。他のみんな、おっ、チームメイト評価が上がった。ちーちーちゃんがどこにいる、破損2つか、破損2つだな。いやーいい感じに来ないな。技術臨床臨床コピーコピー、いや金徳もいらないしね。ちょっとここは加藤先生と遊びに行こう、ちょっと1回。いやだいぶ無駄にしてるな。これどっち、なんか関係あんの、水泳振ってみよう、うん、この前も水泳にしたけど怪我しにくさか、体力減ったけどそれなりにもらえるからね。やる気は元に戻った。で、あー精神精神技術ブースターか、まあいいでしょう。あの技術精神は打撃練習と相性がいいんで。でこれはもう青一択だからガチで。経験点取るんだったら赤得が入ってもいいかもしんないね。で体力的にはまあまあか。でちーちゃんが来てるからタックでちょっとここもう VR かけよう。これで、まあ、200と90、ちょメンタルゲこっちすげえ、ちょ回復できるしこっちにしよう。なんだかんだで精神めちゃくちゃお世話になってんな。これはクロセイラー入れたおかげが良かったね。これ協力するとどうなの、やる気が下がってしまったか。339185とか、なんかすげえな。メイカちゃんがいるからか、これちょっと一回かけよう超特訓。あちょっと待って、あと3ターンか。3ターンはでもさすがにだよな。あふれる、あふれない、わかんねえ。まずはちょっとパワー上げて、ちょっと補給を上げますか。精神が少し余ってるんで。でそこからコントロールを上げて、ちょっと大丈夫かこれ、さばききれるかわかんなくなってきた。
ってちょっと一回メンタルをかけます。めちゃくちゃ精神練習が強化されてるんだけど。お、そうか、お前いたのか忘れてたよ。でメンタルはもうさすがにだよね。じゃあそれを考えるとやっぱりこれだね、ちーちゃん。で試合は代打かまあいいや、これは打ってこう、代打は打ってこう。でアンダ製造機取るでしょ、鉄人を取るだけの余裕がない。川北取っとこう。さてちょっとコントロール極めるか。100で、そう、俺キャッチャーなんだよね。そう、なんでキャッチャーにしたかっていうと、アンドロメダにいいキャッチャーがいないから。キャッチャーがいないから打たれるんだよ。というわけでキャッチャー20丸、肩がしょぼいけど守備はある。アンドロメダ弱すぎるからね。でイビキャラの中にキャッチャーいないんで、まあ代打だけどね、言っちゃえば。こっからは俺の活躍、大西も安心して投げられる。え、何これ、え、こんなんあったっけ。加藤先生30増加したとか。潜入しない、潜入しないがちなみに安定だから。メンタル来てるねまあやっとこう。すげえでかいわけじゃないけど、よし、これ回復完了。でそこから筋力筋力筋力とか半端ないんだけど。ちーちゃんが技術か、ブースターが欲しいんだよねやっぱり。ブースター、技術ブースター今回なしか。最悪敏捷でなんとか稼げるかな。敏捷敏捷敏捷と技術はもう相性が悪いからね。さてどうする、ここは筋力だらけだしな。精神技術、精神敏捷でちーちゃんのコピーか。ここは回復精神敏捷で、あなたが破損するか、破損するはもういらないな。じゃあここにしとこう。限界かな。最後にちょっとした VR だけやって終わりみたいな。で打撃と技術、今回ブースターが来てないから、ブースターが来てないのを考えると、技術精神技術か。破損セルが入ってくるね、精神外れて。技術精神技術でいこう。で寝て寝て最後 VR だな。6月、一応ちょっとメンタル見よう。VR かけるとどうなの？ちょっと VR かけよう。でメンタルやろう。これ回復できる。でそこからさらにメンタル165の142。で技術がまた溢れそうなんで、盗塁を阻止できるようにしとこう。一応 B まで持ってみるな。ちょっと待ってね。技術精神、盗塁アシスト、ほかほかほか、ラッキーボーイ。気分ではちょっといらない、さすがにいらない。それも大して使わないからね。バントも使わないし、粘り打ちいいじゃん。まあこんなもんか。チャンスはまあいいやって。メンタルやって、高速チャージからの、一応あるけど、これはもうここだな。50-50だから
なんか凄まじくでかいのが来ないね。ようやく海岸か。ここら辺で海岸するよね。じゃあ最後の最後はあと一旦だから超特訓やって、178-237だからここだけど、もうちょっと技術が例によってさばききれないんで、いや本当にさばききれないぞこれ。打たれ強さで一回やっとく。技術を大量にさばけるものがない。いやこれこそ本当にもう溢れてんな。ちょっとバント封じ、緊急登板。精神だけだったらねめちゃくちゃさばけるんだけどね。いやいよいよないぞ、いよいよない。技術が連打か。他のせ他のポイントが足らなすぎてさ、もう無理なんだけど。いくつ入る ?178 だったらまあまあか。ようやくあらかた初めてかよ。でこれ頼もう。下がったひどい。まあもう特にやることはないよね。やることないからカット先生と2回遊びに行こう。これは最大値が上がるのか。でメンタル 6% やるか。やるかって言っても技術弾道4、これもいけんな。他マジでない。これからの、まあ普通の練習でこれは美味しいっちゃ美味しいからね。本塁制か。3番キャッチャー、まあこの能力だったら打てるはず。まあパワー C あれば大丈夫でしょ。パワーヒもついてるし。弾道4だけどさ、これパワヒ弾道 3.5 で固定だよね。どっちが優先されるの、まあ、分からんけど打てば問題ない。 3.5 だろうが4だろうが、おい言っていられてんじゃねえかよ。キャッチャー20丸どうした。点を入れられないために俺がキャッチャーになったんだぞ。大西の力を引き出す。大西ってなんかマイナス能力ついてるの。スバルとかはさ大金三角がついてるから結構炎上するんだよね。それが原因で。ちょっと後で大西君見てみよう。ポーカーフェイスだけだった気がするんだけど、そういえばだけかどうかわかんない。あれ大西は結構いろいろ持ってんだっけ。嵐丸だっけ、ポーカーフェイスだけ。全然覚えてねえや。使わないから、使わないからわからない。チームメイト大西、あそうだね、ポーカーフェイスだよね。ちょ調子安定はあるんだ。速球中心で待って、精神練習ができるか見よう。いや来てないね。96とかこれなかなか欲しいんだよな。で実はねこれ持ってんだけど、練習できる体力まで持っていけるかな。19% か。まあ、しくじってるからやろう。一回怪我してるからね。これくらいだって、メンタルやって、メンタルやって最後に、加藤先生。で、いいよね。大丈夫だよね。まあ、40ポイントくらいか、これで。で、練習取って、さらに40取れたから、まあ、80。まあ、そういうのの積み重ねだから。
まあ、まだ2人目だからね、こっからやっぱり詰めていく感じ、まあ、守備とかで少し固めるのでやってみようとは思います。やっぱり1点取られんな。ウォーカーフェイスがいけないのか。ワンアウトランナーなしという場面で逆に第1打席はライトフライに倒れています。第2球投げた、うわストレートチェンジアップ、タイミング合いません。第3球を投げた、打ちました。2球続けては見逃さんよ。3点とかまた負ける可能性がある。先ほどホームランを放った小川ストレート、スラーブはこいつあんまり投げてこない感じがするけど、まあ投げるときは投げる。スラーブ2回連続じゃねえか、さっき2回連続投げてきたら大丈夫みたいなこと言ってたけど、やばい本当に負ける。そうそう、闇野には退場してもらいたいな。ストレートかよ。151キロのまっすぐ。第3球を投げました。もうさあ4球目、よしこれは大丈夫、2点ゲットでしょ。もう一回待ってこい、ちょっと張ってきたけどさ、また1点取られてんじゃん。俺のキャッチャーにいじまる何のためにつけたの。マジで勝たないと話になんないからな。投げました、いやーちょっとずれたか、足は遅いからね。負けたわ、まあ、とりあえずこんな感じだから、重要なのはセルをどう配置するかだよね。セルとタックをうまく噛み合わせるような練習の経験点を稼ぐっていうの。まあ1万1000だからね、もうちょっと爆発すればもうちょっと出るよ、あの最後まで甲子園行ってという感じです。いやもうランクとかもどうでもいいから、いやこれはもう一緒。ほらだって今回のスコア甲子園行かないで前回のスコアとほぼ一緒だからってことは、多少なりと成長ができていると。だってこれ甲子だって経験点取って甲子園行ってもうちょい伸びるっしょっていう、だからこれをもう少し消化させよう。だからポイントはまず練習、打撃の練習に応じた、だ筋力は入れてもいいかもしれないね。筋力、技術、精神、これをうまくセルを重ねること、できればブースターを入れたい。ただジャベリンがねやっぱり走塁練習とか持ってるんで、そこで走塁ブースターが出た時に、まあ、どうするか、まあ、そこだね。まあ、一応こんな感じを基本にして、まあ、もう少し人数を作っていきたいと思います。というわけで今日のパワープロはこれで終了です。お疲れ様でした。